Hello semuanya, saya Okaji。 今日紹介するのは日本の若者言葉です。なぜこのテーマを選んだかというと、このチャンネルを見てくださっている方の 90% 以上が10代後半から20代後半なんですね。若者言葉やスラングというのは使う場所や状況、相手を選ばなければなりません。ただもしうまく使えたら、え、なんでそんな言葉知ってるの？すごい！と日本人との距離を縮めることができるので、いくつか覚えてみましょう。今回は日本人がよく使う SNS の Twitter でよく使われている言葉から、日常生活で使えそうなものを5つ選びました。まず第5位、おけまる。これはおけの句点を丸と読んで、おけまる、おけまると省略したものです。響きが可愛いので若い女性に人気です。意味はおけと同じです。明日デートに行きませんか？おけまる。第4位はあーね。これはあーなるほどねの省略形です。納得や理解を意味します。もともとは方言でしたが、 SNS を通じて全国に広まり、若い世代を中心に使われています。筋肉先輩、今日なんでいつもの服じゃないの？今日デートらしいですよ。あーね。第3位、既読スルー。これは相手がメッセージをすでに読んでいるのに返信がない状態です。省略して KS という場合もあるようです。今日はデートしてくれてありがとう。また行きましょうね。第2位はそれな。これは共感や同意を意味していて、そうですねやその通りといった言葉と同じです。昨日の筋肉先輩の服めっちゃ気持ち悪かったね。それな。そして第1位は草。 Twitter で1日に10万回以上使われているようです。これどういう意味かわかりますか？草という言葉本来の意味は全く関係ありません。日本人とメッセージのやり取りをしているとき、語尾にわらやわらとついているのを見たことはありませんか？これは漢字の意味の通り、笑っているということを表したり冗談を言ったりするときに使います。語源はこのわらです。ここから複雑ですが、このわらをローマ字にしてわら、それを省略して W、 これをつなげた形が草のようだという理由で、草イコール笑えるの意味で使われます。すべてメッセージ上でのみ使われます。昨日筋肉先輩デート後に既読スルーされたらしいよ。あの服じゃ当然だよね。確かにあの服は。はい、というわけで今回は日本で流行っている若者言葉を紹介しました。注意しておきますが、これらはあまり上品な言葉ではないので、
本当に仲のいい友達と使うか、日本人をちょっと笑わせたいなという時に使ってください。くれぐれも職場や目上の人に対して使わないでくださいね。それではまた次の動画で会いましょう。またね。